こんにちは、にとまいこです。今日は NHK 大河ドラマセゴドンで使われていたメインテーマをピアノで弾いてみたいと思います。お聴きください。でした。セゴドン終わったんです。終わっておりますので、なんで今更という感じもちょっとあると思うんですが、今週の土曜日、もう明日明後日ですかね、ラドンナ原宿で、伊藤武夫さんとバレンタインディナーショーというコンサートをいたします。伊藤さんは、坂本龍馬を演じます。一人でミュージカルということ でそこでね、セゴドンさんもちょこっと、出演出てくるかもっていうのを聞いて、今回この曲を、入れてみようと思って、アップもしてみました。いかがでしたでしょうか。もともとはブラスバンドの楽曲なんだと思うんですけれども、少しでも雰囲気を出せていればいいなと思います。コンサートもぜひまだ間に合いますのでお越しください。というわけで、また他の曲も弾いてみたいと思います。今日もお聴きいただきありがとうございました。バイバーイ。